皆さんこんにちは。前回京都までの往復に160キロを問題なく走破して、その後の普段使いで何度か市内を走行、エンジンストール症状は一度もなく絶好調のおっさん彼ら、今回は京都よりも遠い目的地を目指して走ってみます。今回の目的地は静岡県の三保の松原、そうです、富士山が見えるところまで。いきなり富士山まで行くのはまだ不安が残ります。万が一エンジンストールが発生して止まっても新幹線で帰ってこれるエリアです。今回の走行テストには燃料添加剤 FCR062 を入れて走ってみたいと思います。添加剤界隈ではコスパが良く品質もいいという評判の添加剤です。私はこのおっさん彼らを購入してすぐに不具合があったので、最初の頃添加剤だけで治らないかと思い使い始めたのが出会いです。ガソリンを満タンにすると約64リッターなので、添加剤は 120cc くらいを適当に入れておきました。今日入ったガソリンスタンドはいつもより少し安めの価格、わずかですが嬉しいです。それでは平均燃費計をリセットして、ここからの燃費を測っていきます。ここから東名高速名古屋インターまでは3キロほどです。今日は天気もいいので、いつもより長い距離のドライブが楽しみです。本日向かう三保の松原は3年ぶり、前回は雲もなく素晴らしい富士山を見ることができました。今回も綺麗な富士山が見えると信じて走っていきます。東名高速名古屋インターに入ります。さて今日のおっさん彼らの吹き上がりはどうでしょうか。それでは聞いてください。申し分のない吹き上がり、添加剤のフラシボ効果もあるせいか、いつもよりいい加速でエンジンを滑らかに回っているような気がします。多分気のせいですが、今回はいつもより距離があるのでのんびり走っていきたいと思います。というよりは燃料ポンプ交換後は本当にこれで治っているかどうかが不安で、ゆっくりドライブを楽しむことができなかったのが正直なところ。今回は前回までの走行チェックで一度もエンジンストールすることなく過ごせていますから、今日の峠では本当の意味でのドライブにしたいのが本音です。高速に乗って約30分後、平均燃費はリッターあたり12になりました。いつもよりゆっくり走ってきたせいなのか、添加剤の効果かは分かりませんが、この添加剤で燃費が伸びたという方々は多く見えます。こんな調子で高速に乗って約1時間ほど走行、最初の休憩で浜名湖サービスエリアに到着。ここまでの燃費はなんと 12.6、 今までの計測ではこれが新記録です。ゆっくり走ってきたとはいえ、いつもよりはという程度なので、やはり添加剤の効果はありそうですね。日増しに元気になってくるおっさん彼ら、あとはこの痛々しいリアフェンダーのへこみを直すだけ。板金屋さんからはまだ入庫の予定の連絡がありませんが、おっさん彼らの修理を優先したのは私なので仕方ありませんね。歯がゆいです。名古屋インターを出て約2時間後静岡インターに到着。ここまでの平均燃費は 11.7、 後半で少し飛ばしてきたのでこんな感じになりました。それではここから三保の松原に向かいます。ここからは一般道を走って30分ほどです。途中で右側に太平洋を望んで走れる気持ちいい道があります。ここがその道です。毎日ここを走れる地元の方々が羨ましいですね。三保の松原に到着。この階段を登って松林の小高い丘を越えると、そこには絶景が広がります。おっさん彼らが治ったら真っ先に来たかったのがここなんです。3年ほど前に初めてここの景色を見て、自分が日本に生まれたことを感謝しました。見てください、この海辺の美しい景色。あまりの絶景にここにいる人で騒ぐ人はいません。これぞ日本という景色です。季節を問わずここを訪れる人はたくさんいます。私も以前に来たのは真冬の12月31日でした。ただ残念なことが一つ、ここにあるはずの富士山が見えません。ほとんどが雲に隠れていて見えません。非常に残念です。せっかくここまで走ってきましたが、この日は見ることができませんでした。ただおっさん彼らは元気に治ったので、いつかまた来ます。ということで土産物屋で名物の安倍川餅を食べました。観光地でありながらこれが300円という良心的な価格、お茶はサービスでついてきます。昼食は愛知県にも店がある桜エビのかき揚げが食べれるお店、ここが本店のようです。桜エビには台湾産と駿河産があるようで、もちろん私は駿河産を選びました。そばとセットで1100円、お値段が安いのがここの売りのようです。
地元の方々が一杯来てました。ここを出た後は清水港のあるか市場に行って本マグロの刺身を食べました。その後は近辺で他に観光地もないので即帰宅ということで高速に乗りました。ここまでの燃費は市内をクリクリ走って 10.3 まで低下しました。帰りの高速で燃費がどこまで伸びるか検証します。帰りの休憩は浜名湖のスタバでエスプレッソのアメリカーナとこれブルーベリーとチーズのベーグル、なんだか目に良さそうなのでこれにしました。味は意外に美味しかったです。前回前々回同様エンジンストールの気配はみじんもなく、すっかり体調が良くなったおっさん彼ら、初回のおっさん彼らの納車動画を見てなんだこのポンコツはと思われた常識的な感覚をお持ちの皆様、ポンコツな車にも愛情とお金をかければここまでの車によみがえります。一度お試しください。ということで浜名湖 PA を出て1時間ほど走って名古屋インターに到着。ここまでの往復走行距離約400キロ、走行時間は延べで約6時間ほど。おっさん彼らは無事に帰還しました。前回の京都の往復走行テストでは燃料添加剤は入れてませんでしたが、今回は添加剤 FCR062 を入れて走行してみました。結果的に燃費はどうなったでしょうか。正直帰り道は少し飛ばしてきたので多少行き道よりは良くないと思います。それでは発表します。ここまでの往復約400キロの平均燃費は 11.2、 前回の京都往復とほとんど同じですが、今回は静岡市内の走行距離が長かったのでそれが影響して悪くなっている感じです。私の感想では燃料添加剤による燃費の向上はあると思います。興味のある方は一度試してください。それでは今日はこの辺りで、またね。